はい、ここからは、私原田と、小野大阪の方で、クイズの方を届けさせていただきたいと思います。基本的には HTML5 に関する問題が、出てきますので、iPhone や Android それから、モダンブラウザですね、最新のなるべく新しいブラウザを使っていただけると、回答できると思いますので、あ、準備は大丈夫ですね、はい。まあ、練習問題ということで、まあ、1問目、次のうちHTML5 のロゴはどれでしょう。レディーゴー。はい、練習問題このような形になってまして、右上の方でカウントダウンが動いてますが、制限時間が一応ありますので、その時間内に押していただきたいと思います。まあ、どっかで見たようなクイズだと思ってください。はい、それではアンサーチェック。4番9人もいますね。ちょっとお腹でも空いたんでしょうかね、4番選んだ人はね。誰も時間が時間ですからね。はい、正解はこちら、2番が HTML5 のロゴでした。では上位7名の成績を表示できるので出してみたいと思います。お、早いですね。はい、早いですね。2秒台ですね。はい、このような形でランキングの方が表示されますので、お名前もし変えたいなという場合はリロードしていただいて変えていただくと、変えることができますが、その分回答遅れる可能性ありますので、皆さん大丈夫ですかね。はい、以上で練習問題終了になりますが、皆さんよろしいでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあ行きましょう。はい、それでは、はい、それでは第2問、次のうちWCC が規定する HTML5 の要素の数はいくつでしょう。レディーゴアンサーチェック。お、結構割れましたね。微妙に割れましたね。正解はこちら。はい、108ですね。108個が正解です。108式まであるって感じですね。それでは上位7名を見ます。早い。早いですね。1秒。アニメーションなんで多分見えてなかったような気がするんですけど。どういうことでしょうかね。まあそれも勝負の時の運ですね。はい、では第3問、次のうち HTML4 から HTML5 へ継承された要素はどれでしょう。レディーゴー。はい、4から5に残った要素ですね。ちょっと難しいですね。はい、どうでしょうか。じゃあ見てみましょう。アンサーチェック。お、これまた割れましたね。これ微妙ですね、割れ方が。正解はこちら、1番の S 要素でした。では上位7名を。これはすこれ絶対山間ですよね。狙いましたね。てかこれ多分7位も勘じゃないですか。なかなか皆さん、なんでしょう、ギャンブラーですね。あとこれ正解数も結構大事ですからね、速さだけじゃないので。はい、それではじゃあ次の問題いきましょう。はい、第4問です。 HTML5 といえばセマンティックスですよね。では次のマークアップを読んで適切な意味をお答えください。レディーゴー。
はい、2つのタグに囲まれている文章の意味ですね。ちなみにこの問題は畑野さんの HTML5 の本からちょっと、お借りした問題になってます。ではアンサーチェック。お、割れた。大きく2と3に割れましたね。正解はこちら、3番の重要な材木です。一番多い選択肢がちょっと外れてしまいましたね。ちょっと難しかったでしょうか。じゃあ見てみましょう。あ、これの名前はあれ見たことある名前出てきましたね。1位、まあ、これは皆さんの自由ですからね、まあ、ちょっと2位、あ、やめとこう、ここはすごいっすね。 0.25 秒って、え、レディーゴー、すごいですね。これちょっと考える暇ないですね。そうですね。皆さんちょっと趣旨を勘違いしないでくださいね。早押しというのは山間クイズではありませんのでですね、正解数大事ですから。はい、ではこの調子でどんどんいきましょう。はい、第5問、次のうちセクショニングコンテンツに属する要素はどれでしょう。レディーゴー。HTML5 といえば、わかりますかね。はい、はい、ではアンサーチェック。お、ちょっと割れましたね。この問題出題は白石さんから問題いただいた問題ですね。ちょっと難しいかなとおっしゃって、あ、違うか、これは簡単、難しいって言ってたやつでしたっけ。正解はこちら、4番のアサイド要素。では上位7名を表示します。完全に趣旨が変わりましたねこれね。 0.18 って一番早いんじゃないですか今までで。 0.18 を上回ろうとかそういうふうには思わないでくださいね。これ振りではありませんから決して。はい、では、次の問題いきましょうかね。ますが、第6問、次のうちインデックスデータベースが実装されているブラウザはどれでしょう。レディーゴでしょう。これはちょっと難しかったでしょうかね。難しいし若干引っ掛けもあるんですよね。じゃあちょっと結果見てみましょう。はい、ではアンサーチェック。おでは見てみましょう。正解はこちら、はい、のファイアフォックス。ちなみにすごいです、ね、この問題はあれですね、日々ちょうどインデックス DB に悩まされてた吉川さんから出題していただいた問題です。先ほどのゲーム開発のところでもインデックス DB に期待してるよみたいな話がちょっと出てきてたと思いますね。はい、では上位見てみましょう。素晴らしい速さですね、はい、素晴らしいタイムですね。でもなんか同じ名前見ないですけど。ちなみにですね、ちょっと裏側をお話しすると、これウェブソケットを対応しているブラウザはウェブソケットで、対応してないブラウザは Ajax 使っているんですが、皆さんですね、まだ回答を受け付ける前からですね、今ちょっとログを見てるんですが、どん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 来てます。問題発表する前からどん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 来てますので、まあ、皆さんちょっと、あまり負荷かけすぎてサーバー落とさないように、していただけると助かります。原さん、これも問題数はあとどれぐらいでしたっけ。どうでしょうね、今いっちゃいますか。あ、じゃあラストはその時で、はい。では第7問です。次のうち W3C の HTML5 の仕様に実際にあるのはどれでしょう。レディーゴー。はい、これを問題出したのもですね、白石さんですね。これ難しいですね。ちょっと難しい、ちょっと黒いところが見えましたね。はい、ではアンサーチェック。正解はこちら、2番のグローバルなトランスレート属性です。
さすがこの30時間で埋まってしまったこのカンファレンスにいらっしゃった皆さんといったところでしょうか。なかなか難しいと思うんですけどね。そうですね、モサたちが頑張りましたね。また時間が注目ですが、では上位7名を発表します。これねちょっとおかしいっすよ、ちょっと早打ちガンマンって。あ、ちなみに今送ってきてらっしゃる方もいらっしゃいますけども、あの今まだ問題読んでませんからね、次の問題。はい、では、次の問題いきましょう。第8問、まずはこちらをご覧ください。では、Google Chrome の正しいロゴはどれでしょう？レディーゴー。さあ、どれでしょう？これ何が違うか分かんないんですけど、ああ、ちょっと違いますね、確かに。ちょっと会場ざわついてますけれども。ちょっと違うけど、分かん…え？では。アンサーチェック。ほう、偏りましたね。りました。正解はこちら。お、素晴らしい、はい、素晴らしいですね。なんでわかるんですか？これちなみに皆さん今あの自分のこうドックというか PC の中見て確認してから押したよという方どのぐらいいらっしゃいますか？あ、見なくてもちょっと見ますね。わかるのかな。あまり上がらないですね。見なくても分かっちゃったのかな。すごいですね。はい、では、上位見てみましょう。はい、これはまあ、 あの 0.1 秒だともうまだ多分スライドが出てないぐらいですよね、多分ね。回転もしてないかもしれないですね。すごい動体視力の持ち主だったのかもしれませんが。はい、それでは、皆さん盛り上がっていただけたでしょうか。そろそろですね、最終問題になりますかね。では第9問、最終問題。このカンファレンスの主催をしてくださった HTML5J.org のコミュニティ登録者数は何人でしょう？レディーゴー。はい、こちらはサービス問題なのかな。基調講演の方でお話があったかもしれないですね。そうですね、あの多分白石さんの方から約何人って多分数字出てたんで答えられると思いますけど、その前にですね、これ勘でまた押した人ってどれぐらいいます？正直にちょっと手を挙げてください。挙手してください。あ、そう、あ、ちょこちょこいるんですね。1割もいないぐらいですか。そのうちの何人かが当たっちゃうんでしょうね。それではアンサーチェック。正解はこちら、4番の約5000人です。はい、はい、じゃあ上位7名ですね。あえて7位は触れない方がいいんでしょうかね。ご本人様でしょうか。すごいですね、アンテナ高いですね。はい、以上で、全ての問題が終了ということになります。練習問題を除いて全8問でした。これより総合成績の発表ということになります。成績はですね、正解者の、正解のまず数ですね、こちらが優先されます。正解した数が多い人、多い方、さらに同数の場合は秒数が短い方になります。秒数はちょっといろいろ今回ありましたので、あそこまでちょっと短い秒数が出るのはちょっと想定してなかったんですが、かなり、細かい精度で秒数出してますので、それでは
いきましょうかね。あ、で、このランキング流れるので、よく見といてください。はい、30位の方から、ずらーっと流れていきますので、ご自分のお名前があるかどうかですね、何問正解したかっていうのは多分お分かりになっていると思いますので、ご自分の名前を、確かめてください。結果画面。で、皆さん、解答された画面があると思いますが、そちらの画面はですね、後で景品ですね、商品ですね、こちらを交換するときに、ご本人確認をさせていただきますので、その画面は、消さないように、しておいてください。もし消しちゃったよという方はですね、もう一回アクセスすれば一応見れるようになってますが、そのまま消さないようにしておいていただければと思います。はい、それでは下村さん、よろしいでしょうか、ね。はい、お願いします。では総合成績を発表します。まずは11位までの方ですね。ちょっと流れてしまいましたね。分かんなかったよという方いらっしゃるかもしれませんが、まず11位までの発表ということになります。じゃあ、ここからは10位から4位までを発表します。はい、まずは4位までの発表ですね。7問で75秒ってことは1問平均10秒ですよね。結構まともな数字ですね。そうですね。あ、違う。やはりこう正解正答率でいくとこういう結果になるというところでしょうかね。ですね、やっぱり正しくいく、はい、ちょっとほっとしてますけどね。6問で35秒あたりが、まあ、正解率がやっぱりいい方がいいみたいですね。では、続いてここから先はお一人ずつ発表していきたいと思います。それでは、では第3位は僅差ですね、はい、4位と浜俊さんですね、1問あたりだいたい10秒ちょっとぐらいですかね、平均というところで、堅実に行かれたというところでしょうかね。では第2位の発表です。ちなみに自分が1位だと思う方いらっしゃいますか。あ、いない、いないんですね。はい、では、いよいよ第1位を発表します。おお、早い、早いですね。1問あたり7秒平均ぐらいですかね。すごいですね。早いですね。早いですね。あの問題パーフェクトじゃないのか。1問、8問ありますから。そうですよね。実際にはちょっとあれですが、なるほど、パーフェクトは今回いなかったということです。素晴らしいですね。ではですね、商品の方をお渡ししたいと思いますので、ただちょっと30人だと時間かかってしまうので、今回上位3名様、アレス様とエウホ様と浜俊さんの3名様、ちょっと壇上までお願いしてもよろしいでしょうか。大丈夫ですか。来れますか。ですね、基本的に先ほど言ったように上位の方から好きなものを選んでいただくんですけど、1位の方は一通りもらえるんでしたっけ。選んで1個。あ、じゃあ、まず順番的にはアレスさんと、アレスさん、3位の、浜俊さんと、1位のアレスさんは、あれ、いらっしゃらない？あれ？いらっしゃらない？本当に？そういうオチ？マジで？もしくは恥ずかしくて出れない？恥ずかしくて出れない？ないですよね。どうでしょう。じゃあ、2位の風陽さんが繰り上げ1位になっちゃいますけど大丈夫ですか？風陽さんはいらっしゃいますか？ 2 位の。あ、さっき。あ、はい。じゃあ、こちら壇上に上がりまして、すいません、ちょっと今ですけど、どうぞどうぞ。ここから好きな商品を終わなんですけど、商品紹介は白石さんにお願いしたいと思います。はい、はい、こちらからですね、まずネクサス Q です。あ、重くて持ち上げられないんですけど、で、あとこちら、インプレスさんからご提供いただいた書籍、あとこちらですね、スピーカーたちのサイン入りT シャツ、こちら2つですね。
あと W3C さんからご提供いただいた T シャツとネックストラップ。あと 4D ジャパンさんからご提供いただいた T シャツですね。これワカンダと書いてありますね。あとモジュラさんから提供いただいた、T シャツ、あとグッズになります。あとモジュラさんと、ウェブディレクションズイーストの、かけるって書いてあるカバンですね。はい、こちらの中からお選びいただければと思います。そうですね。ちょっとネクサス Q って何ですかね。ネクサス Q って何ですか。え？なんかメディアプレイヤーかな、なんか、はい、これこの前 Google さんが発表した、なんか丸い、なんて説明すればいいんだかね、丸いアップル TV、 はい、非常に、よくない説明だとは思うんですけど、そんな感じで、あ、じゃあどうぞどれでも、どれでもどうぞ。あとですね、ちょっと今の間に言ってきますと、30位までの方は景品がございますので、ただちょっとこの壇上に上がっていただけないので、皆さんがお帰りになった後にですね、壇上に来ていただければ、景品を選んでいただけるということで、景品欲しい方ぜひこちらにいらっしゃ、残っていていただいてではと思います。決められない、決められない。一番高価なやつでいいんじゃないですか。なんか丸い、一番高価なのは丸いアップルテレビだと思います。丸いやつそうそうです。あ、はい、ネクサス Q で、はい、はい、おめでとうございます。はい、あ、じゃあなんか、あ、よければなんかシャッターチャンス作りたいんで。おめでとうございます。ありがとうございます。浜俊さん、はい、では次浜俊さんお願いします。迷っちゃいますね。著者いるんで、ここでこう、あ、サインもらうこともできると思う。ジェイクエリモバイルパーフェクトガイドとか、そこに著者がいるんで、はい。この辺ね、白石さんが書いたのもあるんですけど。あ、はい、わかりました。じゃあちょっと手渡してるか。はい、こちらの Firefox と Web Directions East のカバンになります。はい、どうも。ありがとうございます。はい。で4位の人呼ぶとかなかったんだっけ。もうこれで終わり、あ、わかりました。はい、了解です。ではですね、あ、今2位だった、フィオさん、もうちょっと最後にですね、クイズのてかこのイベント全体の締めをやりたいと思うでいいんですよね。はい、はい、ということで、ちょっとボランティアの方々含め、全員こうちょっと壇上に上がって、このカンファレンスの締めとしたいと思います。じゃあどんどん壇上に上がってください。あと関係者の方々、LT 出た人、スピーカーやった人、スポンサーだった人、出れる方はもうみんなこう壇上に上がるような感じで、はい、ガンガン一旦抜いちゃって、はい、あ、待って、こっちなんかいい場所、あ、カエル、なんでここで来ていないの。まあもう今更ですね。はい、奥にどんどん詰めてください。奥に詰めてください、詰めてください、詰めてください。あ、カエルが来た。ちょっとスタッフは真ん中入りましょうか。ではですね、これでスピーカーの方々も前の方にお願いします。はい、どんどん、
で、まあ、よろしければ、これ、撮ってですね、ガンガン、こう、ツイートとかしてくだされば、いいなと思います。はい。なんで、よろしければ、そちらの席にいる方々もカメラマンとして参加していただけると嬉しいです。はい。はい、じゃあということで大体よろしいでしょうか。はい、じゃあ今回のカンファレンスも、これで本当の本当に終わりになります。まあ、この後スタッフたちは懇親会とかございますけども、参加者も交えてのセッションはこれで終わりになります。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来年もやるかもしれません。はい。はい、じゃあ最後の最後に、平井さんどうしようね。はい、OK。 じゃあ本日はこれで終わりです。どうもお気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。